アイテム番号 SCP-662。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-662 は、実験利用時、及びその他特殊な活動時を除き、赤いベルベットラインの入ったケースに収められ、に位置する 23C 貴重品保管ロッカーに保管されることになっています。アイテム自体を扱うのは容易で、未知の脅威を引き起こしません。しかしながら、引き起こされる効果は SCP の扱い方によっては非常に有用で強力です。説明 SCP-662 は高さ4センチメートル、周囲2センチメートルの小さな銀製のハンドベルです。ベルの心霊装置は失われています。ベルの内側には、永久に私のもの、Forever Mine、SJW、と読める、金でエッチングが施された銘が刻まれています。ベルは傷に繊細です。しかし、そのもの自体の安全性を考慮すれば、破壊は不要に思われます。非常に純度の高い銀製であり、錆を生じさせないためには定期的に研磨する必要があります。ベルを振れば、柔らかなチャイムの音を聞くことができます。しかしながら、ベルから生じる音ではありません。英国出身を自称するデイズと名乗る、短めのこしらえの良い服を着た白人の執事が、視線から外れた間近に、大抵の場合角のあたりから現れます。デイズ氏はベルを鳴らしたもののフルネームを適切な敬称で呼び、仰せ付けを受け付けます。彼がどのようにして個人名を知り得たのか、そしてその目的は何なのかは不明です。詳細はインタビュー、ログ662-L1 を参照してください。デイズ氏に与えられる大部分の合理的な要求は満足のいく結果になります。しかし、彼のできることには限界があります。彼は非常に複雑なアイテム、例えば、車、贅沢な家、プライベートジェット等を提供することはできません。彼の退出を許可し、視線から離れ戻ってきた時、複雑ではなく小さなアイテムを提供することができます。例えば、ハムサンドイッチ、一杯のアイスティー、より高価なものとして、キャビア、金塊を提供することができます。執事がベルを押したものに提供することができたアイテムで顕著なものはホイ 662-A1 で見つけられるかもしれません。デイズ氏は単純な作業をこなすこともできます。例えば、洗車、食事の支度、風呂洗いなどです。執事に対する要求として、不道理、または不可能であれば、彼はその事情をベルを鳴らしたものに丁寧に答え、代わりの要求を受け入れ、可能であれば実行するでしょう。執事は見る限りは、不都合な行動に対する耐性はありません。試験で、彼は負傷または死亡したことがあります。観察外でも同様に負傷または死亡したように思われることもあります。ベルによって復帰した時、彼のすべての負傷は消え去り、手入れの施されたユニフォームを美しく着て、次のオーダーに応じる準備ができています。彼が実行できる仕事と限度、そのより詳細な説明は前期のインタビュー、ログ 662-L1 で参照できます。レベル2以上の職員は彼の自己治癒能力、及びベルの能力に関連したテストログにアクセスできます。姿が見えない、時のデイズ氏を捕獲する試みは失敗に終わりました。彼に気づかれない場所に機材を用いても失敗に終わりました。ほい。662-A1 アイテムと作業の要求結果。アイテム。考えられるほとんど全ての種類のサンドイッチ。人肉をランチミートとして要求したところ丁寧にお断りされました。飲み物、サンドイッチと同様に考えられるほとんど全ての種類。人血を要求したところ断られました。しかし、豚の血は即座に提供しました。豚の血には温かみが残っていました。純度 99.98% の金塊、デイズ氏は 99.14% の純金を提供し、要求に正確に答えられなかったことをお詫びしました。純度 99.24% の銀塊。核爆弾、陰銀にお断りされました。現在の米軍使用のハンドグレネード、試験において、期待通りの仕事をしてくれました。青い1963年のコルベット、コンバーチブル、礼儀正しくお断りされました。モノポリー、最初の使用ではデイズ氏が勝利しました。
ファルベルジェのエッグ、うやうやしくお断りされました。役中ピーター、カール、ファベルジェのことか？インペリアル、イースター、エッグ、貴金属で装飾されたイースター、エッグ、で有名なロシアの宝石商。SCP、手厚くお断りされました。積み立てのバラの花束。野生の、ターンブスティの花束、丁重にお断りされました。ターンブスティという花はどういった種類の花なのか知られていません。作業。マース博士の車の洗車ほとんどパーフェクトでした。レベル、のがカフェテリアの1日相当分まで蓄積してきた食器の洗浄平均水準をはるかに超えた仕事をしてくれました。マース博士の髪のトリミングデイズは優れた理髪師ではないと判明しました。マース博士の洗濯場での洗濯タスク後、バッチシだ、とマース博士は評価しました。オサマ、ビン、ラディンの暗殺年頃にお断りされました。デイズ氏によると、ビンラディンはあまりに厳重にガードされていて、詳細を報告できないとのことでした。部屋の向こうにいる D、クラス1個人の暗殺むごたらしく正確にバックナイフを喉元に用いて捕まつとどめました。中マース博士の所持品に関するさらなるテストは、レベルオフ外部管理者の承認なしでは禁止されています。あなたは警告されました、マース博士。オフアイブ。インタビューログ。662-L1。SCP-662 の実態として関連付けられているデイズ氏へのインタビュー。マース博士こんにちは。執事、デイズ氏こんにちは、マース博士。なんなりと仰せ付けください。マース博士最初に、名前を聞いてもいいかな？執事、デイズ氏もちろんですとも、デイズとお呼びください。マース博士それは君の本名かい？デイズ氏生まれもっての名前ではございません、旦那様。マース博士どういうことだ？どこの生まれなんだ？デイズ氏残念ながら、旦那様、私も自身のフルネームは記憶にございませんし、また誕生地についても把握しておりません。それでも英国の生まれであると信じております。マース博士デイズさん、いつの生まれかは思い出せるかい？デイズ氏またもご期待に添えず誠に申し訳ございません旦那様、それもまた記憶にございません。この時代にいるということは、間違いなく行く若前の時代であると思います。マース博士おおよそどの時代かわかるかい？デイズ氏たびたびお詫びいたします旦那様、私自身に関する記憶に書いておるのです。ご存知の通り私などは、しがない引きこもりでございます。デイズ氏はベルの傍らでうなずき、微笑んだ。マース博士君が会った人または仕えた人の中で、思い出せる一番古い呼び出しは？デイズ氏馬車の時代、自転車を富裕な方々がお使いになり始めた頃にございます旦那様。私が正確に思い出せる記憶ではそれが最古でして。不完全な記憶にございますね、旦那様。再度微笑む。マース博士以後は様付けしなくてもいいよ。ちょっと煩わしくなってきた。デイズ氏かしこまりました。マース博士これらのようなことを思い出せない理由は何だと考えるんだい？デイズ氏それは、何と申し上げたら、デイズ氏は椅子に体重を預け姿勢を直すまでの間、少し不快そうに見える。マース博士言えるかい、それともダメ？デイズ氏場合によりますれば、おそらくは申し上げられず、なれど再び、お許し願いますと、記憶にございません。マース博士よろしい。続けようか、提供する物品はどこから持ち出してくるんだい？デイズ氏はい、見ての通り、その、デイズ氏の顔はあたかも多大な苦痛にあるかのごとく歪んだが、すぐにくつろいだ表情を取り戻した、いずれも記憶にございません。マース博士なぜこういった類の質問をするとたじろぐんだ？デイズ氏存じ上げません。マース博士気にしないでくれ、そのうちわかるさ。さて、一つ頼みがあるんだが。デイズ氏かしこまりました。お手伝いできることならば何なりと。マース博士アイスティーを一杯。グラスの選定は君に任せる。
テイズ氏アイスティーにする茶葉の種類に何かご希望はございますか？マース博士任せるよ。テイズ氏かしこまりました。テイズ氏は立ち上がりインタビュー室のドアへ向けて歩きの部を回した。鍵が閉まっていることに気づくと、マース博士へ振り返り微笑んだ。マース博士何か問題があった様子だね。テイズ氏ご希望に沿うためにはこの場を立ち去らねばなりません。マース博士そうすれば？テイズ氏、再度明らかに不快そうに、度が過ぎます、マース博士。マース博士 OK。エージェント、グレイス、ドアを開けてくれ。テイズ氏は退出した。カメラ及びエージェント、グレイスの監視の下、廊下を進んでいった。別のドアのところで一旦立ち止まると、首を横に振り、カメラを見上げエージェント、グレイスを見つめた。それから廊下を駆け抜け角を曲がった。エージェント、グレイスはあらかじめ言われていた通り、テイズ氏を追跡することなく、インタビュー室のドアを警備し続けた。監視カメラの監視下で、テイズ氏は迅速に島内の廊下を通り過ぎ、おそらくは出口、または監視エリア外の場所を探しながら進み続けた。最終的に彼は通路 2D の途中で止まった。隠されている2台を含めて、この場所に設置されていた3台の監視カメラは全て故障していた。ちょうど3分のち、カメラの機能が回復すると、アイスティーの入ったグラスが2つ乗ったトレイを持ったデイズ氏が同じ場所に立っているのが映っていた。彼は速やかに元北道をたどりインタビュー室へ戻ってきた。マース博士ああ、やっと戻ったね。そろそろ心配していたよ。テイズ氏遅くなりましたことをお詫びいたします。面倒事がありまして。しかしご心配なく、ご所望のお茶をお持ちいたしました。ご賞味ください。マース博士何てお茶だい？テイズ氏南部のスイートティー、薬中アメリカ南部でよく飲まれる、砂糖をたくさん入れた冷たい紅茶、にございます。テイズ氏はグラスを一つマース博士の前に置き、机の反対側に位置する椅子に戻った。マース博士はためらいがちに紅茶の匂いを嗅いでいたが、微笑み、一口飲んだ。マース博士美味しいよデイズさん。もしかすると、今まで飲んだスイートティーの中で実際一番かもしれない。うまい、君が作ったの？デイズ氏マース博士、失望させたくありませんが記憶にございません。私は任せられた通り実行いたしました。しかし、ああ、もはや私の心は過去から移ろい変わってしまったのです。マース博士席を立ったのは立ったの、時計を見て、およそ10分だよデイズさん。10分間の記憶も思い出せないだなんて、君の記憶力はそんなにひどいのかい？デイズ氏道中も記憶にございます。お茶を携え戻ることもです。しかしそれで全てです。マース博士じゃあどうやって、じゃなきゃどこからお茶を手に入れたの？デイズ氏残念ながらさっぱり。再び明らかに不快そうに。マース博士よろしい。また頼みがあるんだ。テイズ氏仰せのままに。マース博士金塊が欲しいんだ。テイズ氏純度はいかほどにございますか？マース博士できれば 99.98% で。テイズ氏可能と思われます。できるかやってみましょう。マース博士今回は君の外出時間が短くなるよう、外のホールのカメラを切って、エージェント。グレイスにもインタビュー室で私と一緒に待っていてもらうよ。テイズ氏大変感謝いたします。行ってもよろしいでしょうか？マース博士ああ。テイズ氏が廊下へ退出した。廊下のカメラはマース博士が提案した通りにはオフになっていなかった。彼はちょっと思案すると一番近いカメラを見上げ頭を振り、前のように島内の廊下をさまよい始めた。通路 2B で彼は立ち止まり、そして一度に見えているものも隠されているものも通路内の監視カメラは全て故障した。ちょうど10分37秒のち、カメラの機能は復旧し、またも片手に金塊を携えているデイズ氏が同じ位置にいるのを映すばかりだった。彼はすぐさまインタビュー室へと戻った。マース博士前よりも時間がかかったね。何か理由が？デイズ氏はい、ホールのカメラが作動したままのようでして、ですのでふさわしい道を再度探しました。遅れまして申し訳ございません。それと、ご所望の純度の金塊は手に入りませんでしたが、
こちらに純度 99.14% のものがございます。マース博士大変見事だ。君はわかっているだろうが、試験することになるよ。デイズ氏、私はあなたが何をなさるのか把握しておりません。されどそのお考えは理にかなっていると考えます。他に何かご用はございますか、マース博士？マース博士、ああ、次の仕事なんだが、青い1963年のコルベット、コンバーチブルが欲しいんだ。デイズ氏、申し訳ございません。それは不可能です。マース博士、どうして、ほんと欲しいのに。デイズ氏、繰り返しますが、私の方法では、どうして私が頼まれたものを入手できないと知ったのか説明できないのです。マース博士、それでどんな方法があるんだい？デイズ氏、記憶にございません。マース博士、よろしい。じゃあファルベルジェのエッグがどれでもいいから欲しいんだ。デイズ氏、はあ、その、遺憾ながら、申し上げますと、それもまた不可能です。マース博士、それで、なぜかは言えない、と考えていいのかい？デイズ氏、その通りにございます。マース博士、キャビアはどうかな？ブランドや種類は問わないよ。デイズ氏、可能です。デイズ氏は今一度インタビュー室の外の廊下に進み出た。この時、デイズ氏がホールに現れたことを確認した後、カメラはオフになっていた。一分後にカメラは再度オンになったが、デイズ氏はこの時点ですでにインタビュー室に戻っていた。マース博士、随分早かったね、デイズさん。32秒しかかかってないよ。それにキャビアも美味しい。デイズ氏、そのお言葉が聞けて嬉しく思います。マース博士、最後にもう一ついいかな、デイズさん。デイズ氏、仰せのままに。マース博士、王様、ビン、ラディンの暗殺を頼みたい。デイズ氏、恐れ多くもそれは現時点では不可能です、マース博士。対象は精密に抜け目なく厳重に防護されているのでは？マース博士、よろしい。部屋の向こうにいる男性を暗殺してもらえるかな？デイズ氏、受けたまわりました。デイズ氏はまたも廊下へ進み出た。確認の後、カメラは瞬間的にオフにされた。オンになった時、隣室のインタビュー室のドアが閉じられていることを確認した。そちらのインタビュー室にあるカメラは、デイズ氏が大型のバックナイフを片腕の陰に隠しつつ携え入室してくる様子を映していた。デイズ氏は部屋にいた D、クラス人員に近づくと、ナイフによる一瞬の動作でその喉を巧みに切り裂いた。デイズ氏は D、クラス人員が死に行く様子を見届けると、とっく目に合っていた手を払いのけた。再度その D、クラス人員が死んでいるのを確認すると、デイズ氏は元のインタビュー室へと戻った。マース博士、果たしたかい？デイズ氏、確かに、証拠としてこちらに使用したナイフを。マース博士、なぜこっちはできてさっきのはできなかったんだい？デイズ氏、私の察知すること以外は言えませぬが、単に先ほどのものは不可能であり、他のものはそうでなかったということでございます。マース博士、つまり君は、私の名字や肩書きだとか、あるいは特定の作業が可能かどうかを、君自身がどうやって知ったかわからないということだね。デイズ氏、その通りにございます。マース博士、よろしい。私たちについては今日のところはもう終わりだろう。でも、もう一つ頼まれてくれないかな。エージェント、グレイスから君への質問がいくつか、君がもう私に答えたことも含まれるだろうが、新しい質問もある。彼が容赦なく答えを求めてくるときは私が助言しよう。デイズ氏、最善を尽くします。マース博士、見ているよ。マース博士はこの時点でデイズ氏をエージェント、グレイスに任せ、グレイスは執事に対して様々な攻めくと言葉を使い分けつつ22時間にわたり拷問した。拷問の最後に、デイズ氏は下腹部からの重要臓器の摘出により絶命した。エージェント、グレイスの最善の努力にもかかわらず、デイズ氏がどこへ行き、いかにして去り、あるいは彼が物事を成し遂げる手法や、また彼は作業が可能か否かをいかにして判別するか、その情報をどう集めたか、といったことごとに関する詳細はわからなかった。通常のものからあらゆる手法まで用いた検視解剖により死体が検証されたにもかかわらず、デイズ氏には特にこれといった疾患や体調不良はなく、
拷問中の死により被ったであろうトラウマを除けば最適な体調だと記録された。胃の内容物には少量のスイートティーと平常の胃酸があるのみだった。デイズ氏の遺体は明かりで照らされた手術台の上に残されており、カメラはすべてオフになっていた。全員が部屋から退出しその後戻った時にはデイズ氏の遺体は跡形もなく、使用された器具に付着した血液のほか、遺体から摘出された臓器が物理的な痕跡として残されていた。さらに、デイズ氏を召喚するベルを鳴らすと3分後に彼の姿が現れた。彼は怪我をした様子もなく、一般的な執事が着るようなこしらえの良い服を身にまとった姿を見せた。予想通り、彼は自分がどうして生きているのかは記憶にないと答えた。彼はマース博士からマッサージのオーダーを受けると、大変満足のいく成果をなし、マース博士は、今まで受けた中でマジ最高の揉みほぐし、背中の痛みがかき消えた。とのことだった。追加記録。SCP-662 は米国で、死者稲墓荒らしと泥棒の所有物として発見されました。ベルが質屋の店員によって偶然に、鳴らされた、時、SCP-662 は前述の町の質屋で泥棒に売られるところでした。デイズ氏はカウンター後ろの保管庫から現れて、店員に挨拶をしました。店員は二人の男性に襲われようとしていると思い込み、過剰に行動を起こし、カウンターの下から、銃身を短く切った散弾銃をどうにか掴むことができました。デイズ氏は店員に致命傷を負わされ、その場で死亡しました。泥棒は逃走しましたが、周辺の町の一週間にわたる捜索の後に、財団エージェントにより確保されました。尋問時に、彼はベルオの墓の箱から見つけたと供述しました。上述の町の郊外に墓は位置していました。彼は D、クラス人員に割り当てのため移送され、その後 SCP の試験中に非業の死を遂げました。ベルは、犯行後、地元のモルグにデイズ氏の遺体が輸送されるまでの間、財団の権限下にありませんでした。モルグから遺体が消失した後、SCP のアウトブレイクの可能性、または未知の絵師を蘇生させる原因を調査するため、エージェントを派遣しました。巡査部長によってベルが取り扱われた後、デイズ氏は地方警察隊のケースファイル保管庫に再び現れました。彼は即座に逮捕され、再度現れてから3時間後に、エージェントが FBI 調査官を装い、交流中の彼を連行しました。手錠をかけられたデイズ氏が再び姿を消した時、エージェントはベル自体に何か関連があり、ベルが解決の糸口と直感し、この実験で彼の直感は証明されました。さらなる実験のため、ベルは、輸送されました。ベルとデイズ氏の効果を発見したという事件にかけているものを発見して適切に取り扱った功績から、エージェントは財団に正式に表彰され、賞賛の名盤を授与されました。